よし。こんな感じで真ん中にね花が開いてます。はい、暮らしのマーケット大学です。今回はエアコン取り付けの交渉作業です。教えていただくのはこちらの方です。株式会社アイテックの平松と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。平松さん、はい、今回の現場状況を説明していただけますか。はい、今日はですねここに、見える室外機がありますが、このエアコンの交換と配管の交換をやっていきたいと思います。今日のポイントは何ですか。はい、今日はですね、交渉作業になります。下からですねはしごをかけて、届く距離ではないので、上からですねロープで下がってあげて、命綱をつけてですね、ロープで下がっての作業になりますので、危険作業となります。そこのところ安全作業でやるのが、必要になるかなというふうに思います。では下に行って見てみましょう。行きましょう。はい、外に、来ました。こちら見ていただきたいんですが、見ていただいた通りあの窓の上のところに配管カバーがついてありますが、そこの配管カバーの交換と配管の交換をやっていきます。実際は3階に室内機があって、3階の上の屋上、まあ、約4階部分に室外機があるという感じですね。高さはおよそ10メーターを超える高さになりますので、はしごでは届かない、高さになります。その場合は今回のように、ロープ作業をやっていくようになります。こちらは室内機ですか。こちらの室内機を交換していくんですが、こちら実はちょっと特殊な取り付け方をしています。穴の位置なんですが、室内機通常は向かって右側と左側どちらかに穴が開いてるっていうことが多いんですが、今回の場合は真ん中から穴が、出てます。これっていうのは通常はやらない施工になります。ただ、今回こちらのケースではですね、右側見ていただくと、扉がありますので、ここ開けられるようにですね、室内機通常の位置は多分ここだったと思うんですよね。ここの位置だったと思うんですが、それだと扉が開かないということで左にずらしてつけてあるというふうに考えられます。ただもっと左にやればっていうふうに考えるんですが、そうするとコンセントがあったりとか、上にカーテンレールがですねありますので、あまりこっちにやりすぎてしまうとコンセントが使えなかったり、カーテンがうまくかけられなかったりしますので、そういった意味で多分ここの位置でつけているんだと思います。そしたらじゃあ、これからですね室外機にガスを閉じ込める作業、ポンプダウンという作業をやっていきます。運転ボタンを5秒間長押しします。そうすると強制冷房運転というのが始まります。行きました。これで、冷房運転がかかりますので、これから室外機に、ガスを回収していきます。はい、じゃあこれからポンプダウンしていきます。よいしょ。今エアコンは冷房運転をかけてます。で、こういったところ触って冷たくなってるかどうか確認して、冷房だということを確認してから2部側を閉めていきます。でこのまま 2,3 分待ちます。今2部からガスが入って室内側に行くんですが、2部を閉めているので室内側に行かずに3部にどん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 戻っている、回収しているっていう作業ですね。ここはもう待ちの時間です。そろそろいいかなと思います。そしたら3部側を閉めていきます。はい、これでガスの回収が完了しました。じゃあ室内側で電源を切ってコンセントを抜きます。はい、中でコンセントを抜いてきましたので、配管と電線外していきます。はい、こうやって外してもガスが出ないのはちゃんとガスが回収できた証拠ですね。よいしょ。はい、これで室外機は外れました。よいしょ。さて、じゃあ配管ちょっと外していきます。で、この配管はもう使用しないので、もう切ってしまいます。
使用しない理由は何ですか？そうですね、今回は、まあ、お客様のご希望もありですね、配管を交換して、また長年使うということですので、新しくするっていうことですね。なるほど。可能な範囲でやっぱり再利用するよりは新しくしてあげた方がお客様もお喜びになるかなと思います、うんうん、はい、外れました。今度は、外部での危険作業になるので、ロープを準備して、ロープ作業になります。4箇所に作ったんですけど、はい、それは何でですか？はい、力を分散させるためですね。まずそもそもですね、ロープはですね、はい、2本使います。メインロープとサブロープがあってですね、はい、メインロープに万が一何か、切断されたり何か不具合があって切れた時には、サブロープで万が一の落下を防ぐっていうふうにするんですけれども、はい、そもそもまずそのメインロープ、それをですね、くくる場所1点だと、万が一その釣り元っていうんですけど、釣り元が強度が弱かったりとかすると、うん、そこが万が一何か抜けるだ何かした時には、はい、他のところから取れるように1本につき2箇所以上から、釣り元を取るという、ことをしています。ですので、メインロープサブロープ2箇所ずつなんで4箇所という感じでやってます。なるほど、はい、じゃあいつも4箇所って感じですか？そうですね、はい、それもなるべく別の場所がいいですね。うーん、はい、2つの場所から 4つ取るんではなくて、4つの場所から1個ずつ取るというのが理想的かなと思います。4箇所がないときはどうしてますか？もちろんないときは2箇所からとか3箇所から取るってこともあるんですけど、今回は4箇所取れるのでそれでやってますね。どうやって位置を選んでますか？あ、位置はですね、ここ一応ここが降りるポイントです、はい、ここから降りていくんですけれども、うん、ここから見て、こう Y の字になるイメージでやってますね。ここじゃダメってことですか？あ、もちろんそうですね、近すぎるので、はい、だいたい逆側からこう、はい、なるほど、あの取りますね、はい、はい。長さどうやって決めてますか？地面に着くまで、着くまでですね。何の結びですか？これはフィギュア糸ノットって言って、まあ、うん、こういうロープ作業では一般的な結び方ですね。なるほど、はい、同じ結びですか？いや、違います。こっちは今度はあのバタフライノットって言って、はい、あのまた別の結び方ですね。なるほど、はい、なんで引っかかったところが隣じゃなくて、あ、結局 Y の字にして、はい、こういう Y の字でこうやりたいので、はい、近くで取るより離れたところから取った方がいいかなっていうところですね。はい、もう同じことやるだけです。今度こっち、うん、こっちがサブロープ、赤をメインロープにして白を、サブロープにしてるんですけど、はい、その場合は白は基本的に何も吊るさない、はい、こっちも切れたら
本当に死亡事故になったりしますんで、うん、はい、あの例えばね、物を釣ったりいろいろするんですけど、もう白はほぼ何も触らない、うん、あの吊るさないっていうことでうちは徹底してますね。なるほど。よし、まあ、ここはちょっと時間かけるんですけど、あの何だろう、手抜いちゃいけないとこなんで、うん、ちょっとね、なんかショートカットできないとこですね。うん、よし。養生ですか？そうですね。もちろん傷をつけないっていうこともそうなんですけど、要はロープこういうエッジで、ね、あの傷がついたりしやすいので、はい、エッジを嫌う抵抗がありますので、それを養生してる感じですね。なるほど。もちろんこれだけじゃなく、ここにもちょっとやるんですけど、はい。で、本当はですね、本当はここじゃなくてロープを こっちと押したいんですよ。はい、ちょっと悩んでますどうしようかな。下で行くか。どういう違いですか？例えばここでこう行きまして、はい、ここから来て下がるときに、はい、ここは思いっきり荷重かかるんですよ、ぐっと。だからまずこれが強度が持つかどうか、はい、仮に人間一人の体重、まあ、乗っかっても、ね、大丈夫かなと思うんですけど、例えばロープ仮に赤が切れた、うん、切れたってなったら、はい、こっちにも支えてるんですけど、はい、一瞬落下するんですよ。でこいつに噛んでガッとなるんで、はい、ガンってこう力かかるんですけど、はい、そうした時にまずこれが持つのかどうかっていうことと、うん、あともう一つはこっちはかなり荷重グーッとこうかかるんで、こいつは多分ずれないんですよ、うん、なんだけれどもここの下、ここも下手したらこう横ずれするんですよ、はい、横ずれ繰り返してるとここが切れるんです、あパチンって、はい、だから荷重がかかってなくて擦れてるところも良くないんですよね。なるほど。どうしようかな、下から行きます。はい、はい、すいません下から行こう。これがもしこう上やったとすると、はい、ロープが少し上に来るんですよ、うん、そうです、ね、そうすると怖いのはあのスリングが抜けて こっちに来ちゃうとか、はい、これは怖いんですよ。ここで支えたいので、はい、これがずるっと上に来るのは怖いので、うん、だから上向きってやめたいんですよね。なるほど。それもありますね、はい、おそれは何ですか？これはロープガード、まあ、いろんな形のロープガードがあるんですけど、やっぱりエッジを嫌うっていうのは毎回そうなんですが、はい、エッジに対してこういうのをつけてあげたりしますね。なるほど。よいしょ。この辺かな。これは何ですか？これは、まあ、簡単に言えばロープの はしごです。あ、足ここにかけるんですよ。なるほど、はい、こういうのを使って降りる時、途中まではしごで降りてっていう感じですね。はい、こういうのをやるのを必ずメインロープでやるってことです。あ、サブロープには使わないっていう。それは何の用ですか？これはもうこのロープをですね、このここのエッジから守るためにこういうふうにして、よいしょ、
ここから守りたいんですね。なるほど。それは何ですか？これはですね、ここに座るんです。椅子みたいですか？椅子みたいな、すごい、はい、本当にただロープに宙吊りだと結構このハーネスが食い込むんですよ。グーって痛いんで。なるほど。だから楽したいためだけのものですね。はい、ただこれには命を預けてないんです。まあ加工機っていうのがあるんですけど、それに命を預けてるっていう感じですね。まあ、全てのものになるべく落下防止をつけて落ちないようにしてるんですよね。うん、いや落ちないようにしてるだけです。うん、最初に降りて配管の作業どこまでやるんですか？はい、はい、一番最初はですね、まず既存の配管がありますので、その配管を外していって、まあ何もない状態までします。でその後穴のところをコーキングっていう、防水処理ですね、させていただいて、配管カバー新しくしますので、そのカバーの ベースになる部分をちょっとこうつけていくような感じ、はい、そこまでやっていこうと思います。なるほど。じゃあこれから降りていきます。よいしょ。しょっけ、オッケーだね。ここもオッケー、しょっけ、オッケー、しょっけ。これ最初降りていくとき伸びると思います。この赤がぐーっと体重かかることで伸びると思いますんで、よし、よし、オッケーかな、大丈夫だね。はい、オッケー、はい、はい、オッケー、よし、オッケー。じゃあ降ります。よし、はい、はい、お願いします。
ちょっと持っててください。はい、はい、治ります。よいしよいしょ。風はどうでしたか？はい、結構風強かったので煽られながらだったんですけど、1回目の、作業は OK です。バッチリです。次の作業は何ですか？はい、次はですね、中に行って室内機を外して、今度は新しい室内機をつけていく作業になります。じゃあ室内機外していきます。よし、こんな感じで真ん中にね、穴が開いてます。はい、本来はこの位置はね、良くない位置なんですけど、よいしょ、よいしょ、はい、これで外れました。この背板、この板をね、外していきます。で、今度ここにね、新しい板をつけて、取り付けをしていくという感じですね。今回のエアコンはですね、ダイキンの品番でいうと F223ATES というものですね、うん、はい、このエアコンをつけていきます、はい、ウエスでホコリとかきれいにしていきます。で、基本的には前の跡を隠すようにつけますので、この跡っていうのは隠れるようなイメージになります。ただエアコン外した時しかお掃除できないので、せっかくなのでね、ちょっときれいにしてあげます。その跡は、はい、汚れはい、ですか？そうですね、やっぱりあのエアコンって空気をこう循環させるので、どうしても一緒にホコリとかも集めてきちゃうんですよね、うん、なのでどうしても汚れちゃいます。むしろこれは綺麗な方ですね。もっと汚れひどい時はもっとひどいですか。綺麗な方です。何を測ってますか？はい、もう細かい話なんですけど、これ室内機の配管、はい、ここからでつなぐんですね、はい、エアコン、これが室内機側で、ここからがこれでつなぐわけですね。こうやってつなぐんですけど、ここっていうのはガス漏れのリスクが高いので、あまりあの曲げたくないんですね、うん、そうするとここに配管穴中心ってなるべく持ってきたくないので、うん、なるべくならこのジョイントから離れた位置に持ってきたいんですね、うん、イメージとして。なので今ちょっとね、どのあたりに来るのかなっていうのをちょっと今見てました。この辺か。まあ、基本的にはですね、こういった時はあの前の跡がありますので、それにを隠すようにつけるのが基本なんですね。なんか新しいエアコンだからっていきなりこんな取り付け方なんてすると、やっぱりね、このビス穴とかこう出ちゃいますので、うん、基本はもう前の跡隠すっていうのが大体もう鉄則ですかね、うん、はい、もうきれい。これでも位置が決まった感じですね。
あとはもう板を固定していくっていうだけですね。それはアンカーですか？そうですね、はい、ボードアンカーですね。今のは何ですか？これはあの下地探しって言ってこう針がこう出るんですよ、うん、で中に裏にあの下地があるかどうかこれ探ってんですよ。で今ここはここまでしか入んなかったんです、うん、なんでここに何かいるんですよね、はい、なのでそこに打つっていう感じですね、うん、今ボードアンカーで打ったのはこの石膏ボードっていう、はい、ちょっと弱い壁なので下地にもね打ってあげた方が強度が増すっていうことで、はい、やってあげます、はい、今のがこう聞いた音ですよね、はい、これで OK です。じゃあ背板は OK です。穴の中心ここです、結構近いですね。そうなんですよ。だから基本的に真ん中出しっていうのはやらないのが、うん、本来ですね。やっていいものじゃなくて、まあ、もうしぶしぶやったんでしょうね、以前やられた方もね、うん、今ドレンホースを右と左こう変えてます、うん、なんでですか？やっぱりね、穴に近い方がこういいのでね、うん、こっちからだと遠いので、まあ本来は右側左側なので左側で穴開けば ここでねいいんですけど、まあ、今回はどうしてもこういう感じになっちゃいますね、うんうん、それ排水に影響ありますか？そうですね、だからあの排水にとっても真ん中出しってそんなにはね、うん、いい方法ではないですよね、うん、それは何ですか？これはあの包帯って言ったりクロステープって言ったり布テープっていろんな呼び方あるんですけど、断熱をしたいんですね、はい、繋ぐとこうスリットがこうあって、さっきここ、うん、結構この辺までスリットがあったんで、はい、要はそこから湿気含んだ風がとか空気入っちゃうと結露して水が垂れてきちゃうので、そこの部分をねあの先にちょっとやっておいたっていう感じですね、うん、後でここもねやるんですよ。で今ちょっとねここの部分先にやっといたっていうだけですね。基本的にこうやってかけつなぎっていう方法をこの後やるんですけど、この時はなるべく下でできることはもう終わらしとくっていう感じですね、うん、で今回はちょっと外装パネルを外しちゃいます。よいしょ。で今度、配管を入れていく作業になります。フレア加工っていうのをしていきます。なので今、入れますので、ちょっとね口元だけビニテしちゃいます。よいしょ。
ゴミとか入らないようにするだけですね。よいしょ。そしたらここから長さ見て切ってですね、フレア加工やっていきます。あの配管の、はい、花の勾配が結構あるんですけど、はい、そうですね、どうですか。そうですね、ちょっと急な感じですかね、気持ち、はい、通常であればもう少し緩やかかと思いますけど、これはちょっと急な感じですかね、うん、だから結構勾配気にしたんだろうなっていう感じがします、うん、近いね。切る位置の判断どうやって知ってますか。あ、切る位置はですね、実はここに出てるんですよ、こうやって、はい、ここで切ってくださいってあるんです。ちょうどこの位置で切ってくださいなので、はい、おおよそこの位置ですね、はい、なのでこの生板に大体書いてあるんですよね。そうなんです。はい、OK です。室内機を背板にかけて、かけた状態であそこのつなぎをやっていきます。はい。よいしょ。なんでかけてから？まあ下でつないでもいいんですよ、別に。うんうん、まあ、ただ真ん中出しでね、なるべくもうつないだ後は動かしたくないので、なので今回は先に、はい、かけて、そこからつないであげようかなっていうところですかね。うん、上傷つかないように、あの、こういう施工指示書って施工する時の説明書があるんですけど、こういうのを上に挟んだりします。よし。傷がね、つかないようにするためですね。でここで作業になります。ここで外装パネルがあるとできないんで外したっていう感じですね。はい、気持ち今あのオーバートルクというかトルクレンチカチッとなった後も少し長めにやった感じなんです。それなんでかっていうと、一応トルクレンチっていうのは規定トルクっていうのがその数値でやってくださいっていうことで決まってるんですけど、このトルクレンチがトルクがずれるっていうこともあるので、そのことを考えて気持ちちょっと多めにあの締めてるっていう感じですね。こうやって上げてこうここの作業をやるんですけど、これが邪魔なんですよ。なんでこの包帯先にやったんです、下で。別に後でやってもいいんですけど、こいつが邪魔だからここからこっちを先に巻いたっていう感じですね。
まあ、今回はねだいぶ空いたんで後からでもできたかなとは思うんですけど、こんな感じでエアコン工事ってこのやっぱり結露が怖いんですよね。スリットがあったり隙間があるので、そこから湿気含んだ風とかが入ってしまうとどうしても結露してしまったりしますので、それがやっぱ怖い部分ですね。穴のところまでで大丈夫ですか？そうですね、ここからはそもそも断熱がされてる配管なので、要は切ったりとか加工した部分から湿気が入ってくることがありますので、この包帯1個でねやる方もいるんですけど、うちは1個だと結露したことがあったので2個使って巻くようにしてます。じゃあ電線入れていきます。ドレンホースをつないでいきます。ちょっと穴が小さい狭いので、電線にドレンホースつないであげて電線ごと外に出します。裏で浮かしてたパーツを外して、よいしょ、収めていきます。水平確認して OK ですね。よいしょ、この台金のものはですね、実はここにビス穴がありまして、ここを固定することでもう室内機動かないよということで固定することができますので、それをちょっと打っていきます。でこれ打つときよくビットが弾いちゃってこのクロスとか傷つけちゃうんで、自分は指ちょっと押さえてるなんてやるようにしてます。普通のドライバーでね、やってもいいかなと思います。ここまでやったらですね、外を回ります。ここパテ埋めしたり、作業は残ってるんですけど、それは外が終わってからやりたいと思いますので、外を回りたいと思います。次の作業は何ですか？はい、次はですね、外に出した配管を上に立ち上げてあげて、室外機まで持ってくる作業ですね。で、配管カバーも施工していきます。同時にやっていきます。その手順はどんな感じですか？はい、まず配管カバーのベース部分をつけていきます。で長さを見て長さを合わせて切ってあげて、ストレートをつけて、その後、配管を仕上げていくんですけど、穴があってそこから上に立ち上がるような形になりますので、やり方としては穴から順にこう決めていくっていう感じでやっていきます。落っこちないようにビニテかなんか止めといてください。お願いします。
はい、ありがとうございます。よし、OK。よいしょ。よし、ではストレートください。よし、OK。よし、OK。完了です。OK。完了です。じゃあ降りちゃいます。どうでしたか？はい、結構ね風も強い中だったんですけれども、なんとか安全に作業できたかなと思います、うん、次の作業は何ですか？はい、次の作業はですね、外の外部の作業が終わったので、上に登ってですね室外機の取り付けになります。室外機に足を乗せます。よいしょ。
横開けていきます。そしたら取り付ける位置に室外機を持ってきて、で配管を長さで切っちゃいます。前の後になるべく合わせて設置していきます。でもしかしたらですね、この機械が、大体10年ぐらいで耐用年数と言われてるんですけれども、この10年経った後、また交換ということがあるかと思います。でその時に弊社の方にご依頼があるのかどうかわからないので、もし他社さんでやった場合に既存の配管をそのまま再利用してっていうパターンももしかしたらあり得る話なので、少し配管を長めに取っておこうかなと思います。なので最短ルートで行くのではなくて、少しちょっと大回りをしてつけていくような感じでやります。だいたい初めてつける配管長く切ってますか？いや、そんなことはないです。今回のように設置が特殊な事例なのでこういうふうにやりますけれども、基本的には余分に長くするってことはしないです。はい、なるほど。これ黒を使ってるのは、黒が耐光型っていうもので紫外線に強い結束バンドになりますので、それを使ってます。これで配管の仕上げはできたかなと思いますので、室外機を戻してつないでいきます。そしたら真空引きをしていきます。よいしょ。でこのまま、10分ぐらい、真空引きをして待ちます。でその間に他にできることをやっておきます。あとはしばらく待ちですね。はい、10分経ちましたので真空ポンプ弁を止めて、電源を切ってですね、よいしょ、数値が変わらないかどうか機密試験を行います。またここから10分を待ちたいと思います。10分経ちました。はい、10分経ったんですが、数値変わりないので、機密試験は OK かなというふうに思います。そしたらホースを外してガスを解放していきます。
はい、外は終わりですね。あとは中の作業になります。そしたら中に来ましたので、中の最後の仕上げをやっていきます。穴のところですね、パテ埋めをしていきます。空気とか入らないように。そうですね、空気、水、あと虫、ここは大丈夫だと思うんですけど、例えばネズミだったりとか、うん、もちろんあの外もパテ埋めしてるのでまず入ってくるってことないんですけど、まあより入らないようにっていう意味でやってます。まあ、あとは壁の中からこう湿気を含んだ空気が入ってこないようにしてる意味もありますね。うん、あとパネルをつけていきます。コンセントを挿します。よいしょ。で、運転をかけてる間に通水試験っていうのをちょっとやっていきます。今日は冬なので暖房で一番高い温度でやっていきます。じゃあ通水試験をしていきます。実際に水をちょっとね流してみて、排水が正常に流れるかどうかを確認したいと思います。どれぐらい流しますか？やっぱりいっぱい流せば流すほどちゃんとね見れるので、うん、特にすごくこう勾配があまり取れてなかったりとか、うん、難しい場合っていうのは何回も取るんですけど、大体はまあ これ1杯分ぐらい取ったりしますね。うん、勾配が取れてなかったり、あのドレンホースが詰まってたりするとこういうところから垂れてきたりとかしますので、はい、これ1杯分今入りました。で、後で下行って水が出てるかどうか確認をしたいと思います。よいしょ。よいしょ。そのフィルターは違いますか？はい、これはあの消臭フィルターで、こっちはホコリをこう取るためのフィルターで、こっちは消臭フィルターで部屋のお部屋の匂いを取ったりとか、そういうことをしてくれるものですね。最後に拭き上げしてあげます。はい、あったかい風出てますのでもう工事完了ですね。 OK です。あそこを見ていただけますでしょう。塩ビ管が下に出てますけれども、あそこ水が出てますので排水は OK っていう感じになりますね。作業が終わりました。平松さん、はい、いかがでしたか？いや、今日ちょっと一日かかってしまって、あの撮影の皆さんにも、いろいろご協力いただきましてありがとうございました。でもあの無事ね、施工できまして、お客様もお喜びいただきましたんで、とっても良かったかなと思います。で、一応動画を視聴の、皆様にはですね、今回のロープ作業っていうのはプロが、やっているものでですね、まあ、何かっていうと真似はしないでくださいってことなんですね。はい、一つのミスがですね、落下事故になったりとかすることがありますので、そうすると簡単な怪我とかでは済まなくてですね、大きい怪我だったりとか、死亡事故みたいなことにつながりますので、今回ご紹介はさせていただいたんですけれども、これを、じゃあ俺もやってみようということで真似されちゃうとですね、こちらの方も責任が取れなかったりとかありますので、今回のことはですね、まあ、参考程度に見ていただいて、絶対に真似はしないようにお願いいたします。はい、平松さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。最後に、この動画がためになったよっていう方はいいねボタンを押してください。聞きたいことや感想などがあればぜひコメント欄に書き込んでください。これからも皆さんのためになる動画をたくさん配信していきますので、忘れずにチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。